Minakotra! Hello guys, how are you? Minakinki! Ira Hana Channel desu! Haa-chan, Rinjin to Ichigo ga suki nano. Ato Blueberry to Nashi suki nano. Beiko mo suki. Minna miite ne! では早速今日のお弁当作り始めます。4歳の娘が使うお弁当箱はこちらです。そして今日のラインナップはこんな感じです。これがラップサンドイッチを作るラップでして、コールズという大きいスーパーで8枚入りが3ドルでした。この写真のように野菜やチキンを乗せて巻くんですが、今日はベーコンとチーズにしようと思います。あと果物はイチゴなんかも入れていこうと思ってます。ラップにかけるソースは、花は日本のマヨネーズが好きで、ダディはバーベキューソース、私はハモスやバジルソースが好きです。花の学校はモーニングティー、午前の軽食が10時半ごろ、ランチは1時ごろになります。なのでラップがランチで、今から入れていく細々したものがモーニングティーになります。これくらいで花はお腹いっぱいになるかと思いますが、この隙間が気になるので、今からミラクルなことをします。日本の皆さんから悲鳴が聞こえてきそうですが、今からお弁当箱にまさかのおせんべいを詰めます。タイで作られているこの日本の芸者さんがいるこのおせんべい、オーストラリアのどのスーパーでも大体売ってます。では今日のお弁当のラインナップです。まず花の好きなピンクレイディのリンゴです。シャキシャキしてて甘くてすごい美味しいです。でもう一つの果物がみかんです。そして野菜は今日は人参を入れようと思います。そしてこちらが私が最近とてもお世話になっているチーズクラッカーです。花がお腹が空いた時に冷蔵庫から勝手に開けて食べたりしてます。で今日はサンドイッチにしようと思います。私オーストラリアに来てから人参をそのままバリバリ食べるようになりました。甘くて美味しいです。それからオーストラリアで日本のみかんのようなものはマンダリンと呼ばれます。日本にはタコさんウインナーやウサギリンゴのようにちょっとしたひと手間で可愛くなるお弁当がたくさんありますよね。オーストラリアにはそういうのないんですよね。オーストラリアのお弁当は野菜や果物やサンドイッチをただバン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 って入れていく感じです。
ちなみに動画の最後でどのお弁当が一番美味しかったか花に聞いてみようと思ってます。水曜日の今日はまずブロッコリーから茹でてます。いつも通り冷蔵庫にある野菜や果物をどんどん入れていきます。この日は前日に焼いたぶどうパンが余ってたので花のお弁当に入れちゃいます。今からレンジでバターをちょこっと溶かしてぶどうパンの上にのせようと思います。では今から簡単にオーストラリアと日本のお弁当事情の違いについてお話ししたいと思います。ではまず1つ目、オーストラリアの学校ではナッツ類の持ち込みが絶対 NG です。シンプルにアレルギーがある子がいるというのが理由です。お弁当として持ってくるのも NG ですし、カバンの中に間違って入ってたっていうのも絶対 NG です。ナッツ類は体にいいので皆さん食べましょうって推奨されてるんですが、皮膚に触れるだけでアレルギー反応が出てしまう子どもたちもいるので学校に持ってくるのは NG ということになってます。モーニングティーでよく推奨されているミューズリバーにナッツ類が入っていることが多いので、親になって改めて思ったことは、買い物に行くときすごく気をつけて見ないといけないなと思いました。では次2つ目、子どもたち同士で食べ物をシェアするのが NG ということです。こちらもアレルギーを持った子どもたちに配慮するルールになってます。確か日本の島次郎かなんかで見たんですけど、お弁当忘れちゃった子に対して子どもたち同士で食べ物をシェアするっていうシーンがあって、目ん玉が飛び出るぐらいびっくりしました。次3つ目は、屋外でお弁当を食べないといけないということです。日本は教室内でお弁当や給食を食べますよね。それと真逆です。そして4つ目、日本のお弁当にはまだまだ及ばないかもしれませんが、とはいえオーストラリアのランチ事情もどんどんヘルシー志向になってきています。校内の購買部、学食というところはオーストラリアではカンティーンと呼ばれるんですが、だいたいこんな感じのものが売られてます。我が家のダディが学校に通っていた頃はソーセージロールとかパイとかしかなかったそうです。ちなみに私が勤めている学校ではチョコレートを持ってくることは NG で、花の学校からもこんな感じのものをお弁当箱に詰めてくださいというように言われてます。では今からおにぎりを2つ作ります。月曜から金曜までの唯一のご飯デーになります。花はパンもラップもサンドイッチも好きですが、白米も大好きです。炭水化物大魔王です。
花ちゃんどれが一番好きですか？あのね、トマト入ってないやつ、あのサンドイッチのやつが一番好き。サンドイッチ入ってるし、あのプッツォ入ってるし、ウサギのリンゴ入ってるし、プッツォ入ってるし、チーズクラッカー入ってるから好き。見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。 Thank you for watching. See you later. はーちゃんいつもクラスメートとお弁当食べるんだよ。おじいちゃんとかエイザちゃんとか。はーちゃん一番ランチラップが好きなの。みんなバイバイ。